大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ファイヤープロモーター団体運営モードの方、15回目、早速やっていきましょう。えー、収録しているのが3月の15日ですので、前回のデータが3月の12日、約3日ぶりということで、ちょっとまたドタバタしながらやると思いますが、前回、えー、っと、ゴーリューマさんを採用、 したところ、入団させたところで多分終わったと思いますので、その辺から、えー、毎度おなじみのようにドタバタしながらやっていきたいと思います。えー、佐藤浩平ですね。とりあえず佐藤浩平が。で、えー、っと、これを収録しているのが3月15日で、先日アップデート、シニオンプロレスジュニアヘビー級レスラーの ダウンロードコンテンツの発売とともに、えー、アップデートが行われ、えー、団体運営モードの方でもバグ修正みたいなのがちょっとあったみたいですただそれほど何かなんて言うんですかあのえー、っと重要なことはなんかこのスカウトが機関のところか何かが、えー、っと防戦になってて、えー、スカウトを動かすことができなくなってたとかっていう不具合を とかっていうのもあったみたいですがうちにはあんまり関係なかったということぐらいかなと思います。えー、というわけで、えー、今後の方針にまあこれからですよね方針についてはいつも通り、えー、タイトルを、えー、またへっぺがしに行くということをするのとできたらちょっと海外での興行、えー、まだ1回もやったことがないのでやっ でみよううかなというのを思ったりりしており団体提携、あこれですね、団体提携をちょっとしていかないといけないと。まあでも、大体有効的になってきてて、ベルトを持って、グレネード、どっちがいいやろな、こっち、こっちにちょっと、いっぺん、ふっかけてみましょうか。ね、えっ、ー、と、だめならまた、あー、だめですね、有効度が足りない。 これ、他もできるはずなんで、これどうですかトラディショナルさん。おし。ね。で、えっ、ー、と、こうやっておいて、あと何かできることは、海外のね、興行はね、だから海外で、アメリカで人気のあるレスラーとかを採用というか、入団させないといけないとか、えー、ということになるでしょうね。で、ベルトですね。SWA ね。 えっと、これですね。ここがね、レッドオーシャンが、この6面のベルトが多分あるので、この人が来たら、よしできますね。これをまず忘れないようにすることと、あと、他団体の空位になっているベルトについては、 どうやったら巻くことができるんだろうっていうのをちょっと多分何回か前につぶやいてこの実況の中で話してたんですけどもどうやら多団体参戦をさせるとそこでえベルトを巻いて帰ってくるかもしれませんよという情報をいただきましたありがとうございますえまあそれをね今後またやっていこうかなと思いますでこれねまあいいやこれうち一回巻いたような気が すするんですけどちゃうかかかったかなまあ、いっかよし今回はこれだけにしておきましょうねまた忘れちゃうのででえっ、ー、といつものようにちょっと時間のかかるところですがやっていきましょうこれがメインはやっぱり無理があるからこの辺からにしておきましょうかでえっ、ー、と これは取って6人タッグもこれ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 ,これですねこれこれでいいでしょうでえー、っとこのフレイディー組に対してですよねこの人らはどういうショーマンショーマンショーマンスタイルにしとけばまあなんとかなるでしょう忘れないようにねさあ誰でいきましょう ベルトを持ってない人で、えー、取れそうな人で行きましょうか。さと、これちょっと偉い、偉いお腹、調子悪いですね。あ、ゴーリューマ、入団したばっかりですけど、さすがに、それはダメか。もう、マイク・ベイリーもベルト持ってて、あ、この辺どうやろ。あ、ディストロイヤー、腕がね。 はいじゃあこれであとはえー、っとスタイルをこれがね何かおかしいんですよねこれをねなんかバグ修正したみたいなことな書いてあった気がしたんですけど第3試合じゃないんですよこれが表示されないでしょこれをねなんか修正したみたいなこと書いてあったような気がしたんですけどね あ違う違う。第3じゃないんですよ。6。これほら。あれ、治ってないですね。まあ、いっか。もうこのままで。ストロングで、ダメならダメに。あれまたおかしなった。あれ第8試合。まあ、いっか。えーと、では。 いけると信じて、こっちにタッグマッチの方を持っていきましょう。これですね。これを、ダブルタイトルにはならないんですけど、うち今ベルト誰が持ってんのやろタッグの。ビッグショー。ビッグショーはもううちの守り神みたいな感じになってきましたね。ビッグショーと、 誰かが巻いてるはずなんですよね。誰やろ。ま、いっか。えー、っと、忘れないようにするために高岩の潮流コンビにしましょう。ね。よし。で、この人ら、何のあれやったっけな。ハードコア。ハードコアに、これもスタイル変更できんのかな。あ、やっぱりできこれなんかおかしいですよね。第3試合じゃないんですよ。 これここなんですよ。第一試合に戻ってるでしょこれおかしいな。まいうん、ぶっちされるの嫌やな。まあ、いっか。違う。ここがなんかおかしいな。まあ、いっか。えー、で、こっち側を。 後半の試合を自分のところのタイトルにするとあヘビー級のタッグは鈴木と組長かなじゃあこれまた別でやっておきましょうかでノートンあれ違かったかなこの辺で一回ちょっともう前回誰がチャレンジしたとか全く覚えてないんでわからないですが タックを後ろにしてしまったな、まあいいか。ここを。ならこれをしたらどうなんねよ。これを。この辺に。持ってきて。試合スタイルを。これで。 はこの人は何やったっけショーマンやですね。で、いや、グダグダなってきた。いつものことながら。で、えっと、試合スタイルをショーマンにしておくと。そしたら、逃げられることはないでしょう。で、このタッグもこっちに。 持ってきてでこの試合方式をハードコアですねこういうふうにしないともうしょうがないですね今はねなんか修正したというようなことを書いてた気がしたんですけどであとはいつも通り試合を組んでいくとこれを海外でやったらどうなんねやろうなまあ、いっか 試してみよう鈴木藤原組がここやからこれも変えようメインはやっぱりシングルの方があってなりますよねもうでもビッグショーもう全部のベルトあこれ鈴木みのるがあれか広斎サ六二ヘビキューあ三サ朝顔が巻いてるんですね今プロリスリングエース プロレスリングエースのヘビー級ね。となると、サンボあさこにチャレンジさせるのがいいですね。よし。となると、このタイトルマッチはこれにして、万が一これをサンボあさこが巻くようなことになればという,いうストーリーでしましょうか。 投手もいいですしねただ人気は全然ないですけどね。攻撃力,攻撃力 B プラス防御力うんどうだろうね。であとはあとはもう今回は普通の試合これを2本でやるかどうするかタイトルマッチあんまりタイトルマッチすぎるのかな。 ゴーリューマは人気がまだあジ,ョあジョニー・ニースとかこの辺アメリカで人気ありそうやからこうやってでえー、っとアメリカで工業を売った場合どうなるかっていうのを試してみましょうかタイガーあんまり人気ないあタイガーのタイトルマッチやってないなちょっと今回お休みマイク・ベイリーアメリカでも人気あるはず アメリカで人気がある人。ああ、この人ね。この人だね。エディー・オーエンですね。ベルトのために入団した男。あ、スコット・ノートンも、まあそりゃそうですよね。アメリカで人気があるっていうのは納得ですよね。お君島さん人気あるじゃないですか。ほんなら、あ、これは触ったらダメ。で、えー、っと、アメリカで人気がありそう。あ、ない。 源太郎あと、ああ、でも、もう、この辺で、なんか忘れてることが多々あるような気もしますが、この辺でもう埋まるかな。タイガーマスクはお休み。大谷慎次郎もお休み。あデストロイヤー。あデストロイヤーもアメリカで人気があるので、あゴーリューマ、デビューささなきゃいけませんね。じゃあ、ヒロさんと、 ゴーリューマをオープニングで持ってくるとでこれで日本だったら3万人埋まりますけどアメリカだとどういうことになるんですかうわーすげえ体育館が埋まらないいやでもアメリカでちょっとやっていこうとするならばうわーひどいな新日とかもこんな感じなんですかね テレビ CM しても半分しか埋まらないっすよ。1000円で。うわぁ、厳しいなぁ。現実やな、これが。まあ、でも一回、お金かけてやってみましょう。ね。これで評価が上がれば、えー、ということで。うわ、怖え。よし、やる。あれタイトルマッチの条件を満たしていません。どういうことあ、でもこういうことしたらあれですよね。あのー、 契約スポンサー契約とか結べなくなるかもしれませんねああそうこれかあ誰かで忘れたなこれ高岩さんとあスコット・ノートンか失敗したなあおかしなことにいっぱいになってるぞこれやなこれをなるほどなるほど危ないとこやじゃあ大谷さんちょっと急遽これでうわーでもどうしよう まあいいかアメリカで一回やって失敗してみましょう評価が低かったらどうなるかですよねで、えー、これをやっときますちょっとお金がこのアメリカ工業がどういう影響になるかはめちゃめちゃ怖いグッズも弁当を基本に戻って先行いや先行も売れへんねや間違いなくしまったこんな作るんじゃなかった これも、グッズはもう最低数でよしとして、アメリカでどうなるか。あとは、タイトルをまあ取れればね、いいんですよ、それで。他団体に参戦させる今、レスラーはいない。これ、ベルト取られるとか大丈夫か。タイガーはちょっとお休み。で、 マンモス佐々木一回ちょっと。友好度を上げるためにさせとくと。よし、これで。アメリカ初進出。アイク館で。基本に帰って。あら。畜 <laughs> 生、もうスタバ。タックの人生気に食わないと。あええー。ズタボロや。うわー。いやー、やっぱりいらんことせんかったらよかった。うわ、これはひどいことになるぞ。 試合もなくなったというさあ波乱含みの4月興業うわあ3分の1しか埋まらなかったいやこれどうなるタイトルも奪えないというまあまあでもアメリカでの興業がとりあえずちょっと成功して人気が上がるなりアメリカでの団体興業が成功して人気が団体の人気が上がってくれれば それででいいんですけどもうわこれはちょっとまずい、いらんことしたか、やっぱアメリカなんか手出すんじゃなかったか、いやー、やばいやばい、どうなんねやろ、これ、まあまあ、試合はどんどん進んでるんですが、評価が81%、せめて成功になってくれないとまずいぞ、これは。 80、おあやばいやばい、やばい、やばい、64%。しまった、なかったことにしたい。収録時間15分もかけて、ひどい結果に。うわやばい。アメリカではこうストロングスタイルが受けないということでしょうか。まずい。せめて、おおここは100%。まあ、タイトルマッチで。防衛と。 なりましたが、あ、なんとか80%保ってる。お願い !80% で終わらして。レフェリー、い,いし、あーやっちゃったそして、サンボあが、<laughs> ベルトを取られる。まあ、これしょうがないか。ビッグショーが、そしてまたベルトを一つ増やす。ありゃまあ。初の海外進出で緊張しました。<laughs> いや、これは緊張し、緊張というか失敗したって言われるでしょう。あー 大丈夫なんかうわーやっちゃったなーまあ赤字にはならなかったけどもというとこですかねいやー最悪やいやーこれはアメリカ進出とかする価値あんのかなーあ,あらあら組長踏んだり蹴ったり泣き面になんとかおおこれは あ,あ地域しかも地域なんかちょっと受けられへんぞ。実行しません。高山、ああ、高山、原島。高山、あ,あカーネル・サンダースや、これ。<laughs> うち、あの、ダブリンダモリという団体にカーネル・サンダースがいるんですよ。ね。これについて話すと長くなりますが。えー、っと、どうしよう。入団交渉なんですけど、うーん、アメリカな。 アメリカに強いレスラーを、ストロングでね、ビッグ・ジョン・テンター。八尾蝶野郎と言われそうですけどね。あ、バーンガニエルじゃないですか。ちょっとやっぱり高いですね。94歳。うーん、高山でも欲しい。でも高山はあれでしょうね。ストロングじゃないでしょうね、多分ね。ストイックでしょうね。アメリカ進出考えようかな。 バンガニアストロングですからねもうワン印象は悪くないということなのでバンガニアアメリカにねちょっとこうああダメかまあそう言ったら団体提携を失敗しましたかねジャパントラディショナルのレスラー全然誘ってないですもんね えー、あそうか対抗戦をそういえばほったらかしてましたね定型中のトラディショナルに持ちかけたらどうなるんですかダメ元でおほーちょっとやること全然ブレブレですがこれどうなるんですかもう選べないですねははーん もう完全ガチンコ勝負ですね、これね。じゃあ、アメリカ進出はちょっとほったらかしといて、えー、普通にやっていきましょうか。えー、これでもベルトをかけることになるのかなそれは嫌やな。まあ、でも、しょうがないですね。えー、ビッグショーな。タイトルマッチとか選択できるんかなお おう,うわあ進出すんのは嫌やな。いや、でも、ベルトかけないと面白くないでしょうね。で、相手が誰出てくるかは分からないっていうことか。へえー、こうなってるんですね。じゃあ、やめとこう。<laughs> 普通に、普通に、ベルトかけないで、やりましょうよ。ね。うちの、今、多分、トップはビッグショーでしょう。で、 次はまあ人気のある人気のありつつえ強いレスラーとなるとこの辺でしょうねでタイガーマスクもベルトかけなかったらまあジュニアとしてはうちは最高峰でしょうあとはえっとやっぱりこの辺ですよね秋山さんいっときましょう ね、でやっぱり3本あそこにもね人気はなかろうがベルトホルダーですからねこれでアメリカじゃさすがにやりません日本でどうですかおあそうかこれでお3万あっ1000円はさすがにないなああ2万人テレビ CM して あほんならまあそんなに大きくないところで1万人ぐらいでいいでしょねこれでタイトルマッチなしで初の、えー、団体戦ですね対抗戦まあいいでしょう一回ちょっとタイトルマッチを設定してくださいえー、何団体対抗戦ではお互いにタイトルマッチを最低1つずつ設定する必要がありますほー なるほど。やってやろうじゃねえか。じゃあ。WMW のベルトをかけるほどではまあないということにしましょう。トラディショナルのベルト持ってなかったっけほらほら、あったあった。ね。これやったら問題ないでしょ。ね。ならいいでしょ。文句言うなよ。ね。これでもやっぱりダメでしょうね。大ホールで半分も生まれへんのか。 中ホールでいいっすよ。ね。いや。か。ね。で、完了。さあ、ならこれで、えー、っと、えー、っと、えーっ,とえー、っと、他団体にバカすか参戦させてみましょう。ベルトがこの辺持ってはるから、適当に、本当はちゃんとジュニアかどうかとか見た方がいいんでしょうけど、 ベルトを持ってそうなところに、えっ、ー、と、適当に、あ、掘り込んで、エース、あ、エースはタックのベルトが確か、さっき取れなかったんですよね。なら、ちょっと、複数人、掘り込んで、で、えー、やると。ここはベルトを持ってないけど、 グレネードがあんまり有効的ではないのでここにグレネードグレネードどうですかえー、何人気あるのになめられたもんやなゴーリューマーいきなりよしよしグレネード プレデよりも大量投入あけさすがに体調悪い人はやめときましょうこれでベルトをへっぺがされたらめっちゃ腹立つけどなそれはさすがにないと信じてこんだけ大量投入したら仲良くなってくれるでしょうぶっちゃを断るとは。 こんなもんかな。大谷さん、デストロイヤーも調子悪いし、あ、これは。あとね、今後のことを考えると、どうやらね、この SWA もね、あの、なんていうんですか、硬いけれど、ベルトをへっぺがすことはできるみたいですね。ただ、やっぱり、えっ、ー、と、業界1位になるには、ここが、 巨大な壁になるみたいですね、SWA が。こんなもんかなあ、ノートン。おー、ね。これをちょこちょこやっていきゃ。ということでいいかな何も忘れてないですね。で、えーと、グッズ。弁当めっちゃ余ったやつは廃棄処分して。えー、今回、そんなに。 ちょっと弁当は少なめでいいでしょうあれこんだけやってよかったかなまあいいかはい設備投資も大丈夫でしょうはいでは行きまごめんなさいちょっとこれだけあと4ヶ月では5月の興行の方に移りますああバズった いやー失敗したかもな。まあ、いっか。何万人やったっけそんな言ってなかったっけ ?2000 人とかだっけ弁当作りすぎたかあ、1万人入ってますね。さあ、これでタイトルマッチですよ。え向こうベルトかけ、あ、なかったからかな。まあ、いっか。まあ、とりあえず、対抗戦、初の対抗戦。どうですかよ、あ、まあ、か <laughs>、 なんぼさこの野郎、負けやがったな、この畜生。う <laughs> これで、いっぱい。負けたら、負け越したら、よし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 、秋山さん勝ちましたね。試合評価が低かろうが、よし、これで1勝1敗ですね。うわ、緊張する。さあ、タイガー・マスク、勝ってください。1勝1敗。よし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 、これで2勝1敗。よし。 これでもう1勝したら勝ち越し決定ですねさあ鈴木稔はやってくれるでしょう大丈夫いけるよし OK もう試合評価が低か,かろうがね、えー、相手はマスクマンということで試合評価は低か,かったかもしれませんがさあこれでビッグショーが、えー、タイトルをかけて、まあ、勝ち越しは決定してますのでどうだこの よしオッケー相手も大型レスラーでしたね。ああ、このアレックス・トンプソンって、えっ、ー、と、w、SW、あのー、ファイプロワールドに最初からいるレスラーですね。さあ、防衛ということで、でこれでどうなるの何が。評価がめっちゃ人気が上がるの対抗戦は見事でしたね。この勝利で我が団体の強さを内外にせ示せたことでしょう。この調子でいきましょうと。 団体票、大成功やああ。まあまあね、そら、会場がちっちゃかったんでね。これで、団体の人気が上がってくれてないと困るんですけどね。団体の人気が。ベルトはどこも取れなかったですね。今のところで多分、もし誰かが取ってると。あベイダーですよ。あアメリカのベイダー。 ベイダー、タイガー、秋山、ノートン。ベイダー、タイガー、秋山、ノートン。ベイダー、タイガー。タイガーは、そらもうね。タイガー、ちょっと、もう一個くらい。この辺、あんた高くていいよ。安いな !7 万5千円って。それこれぐらいはもらっていいですよ。で、秋山さんも、そら秋山さんもあげますよ。 これぐらいにしときましょうね。で、ノートン。ノートンも上げときましょうね。そらノートンも。ノートンまだ安い方ですけど。で、アメリカにベイダー現る。いやー、団体対抗戦をした方がいいのか、どっちがいいんやろうな。あれノートンどこにいるのどっかあ、あ、ノートンじゃない、ベイダーですね。 ベイダーなあ,あ、ストロングやから悪くないですよね悪い印象最近成功してないからな祈りが足りないような気がしますベイダーお願いしますよしということでちょっと情報を団体人気だけどどうなってるかあ,あ A なってますねなるほどトラディショナルベルト2つ持ってるからここも取らないといけないグレネードもうーん やることがまだいいっぱいですねえっ、ー、と人事が行けたので参戦以来いこいつらがね腹立つなこれですよ何を文句言ってんの、ね、まだ来るならでもなんかまた来ないとかってあじゃあじゃじゃお金払ってるのに来ないって腹立ちますよね よし。一個ずつ確実にいった方がいいのかな。シックス面やしね。うん。いや、もう一個ぐらい。ここ、あとこれもや。あ変わってる。この三上さんもなんか、ちょこちょこ出てきますよね。やっぱりこう、もう完全に、完全に、えー、こいつらを蹴散らすと。 いう方向でいきましょうただこれがなもういいか多分よもうとりあえずここで設定をあヘビあそうかこれは後でまずこれで今うちの ヘビ級のシックス面が誰かを見ましょうノートン君島西岡ノートン君島西岡ん違う違うノートン かこれでシックスメンタッグを統一できるはずですよねどうですかねただこのストラが何やったっけスタイルがショーマンでそれをきちんとあれ待てなんかこれおかしいななんでやろ あマウスにしたらいけあそうか前もなんかこんなこと言ってたな「ショーマン」これでどうですかでこれを今から操作をマウスオンリーにしてみますこれをメインに持ってきてあげたらもうなんていうんですか扱いは悪くないという になるでしょう、ね、でタックのベルトもへっぺがすことができるはずですよねこれあ違うあれタックタックタックをあれタックのベルトしょできませんでしたっけあらあ,あ違う違う違う あれ確か、鏡さんって声かけたはずやのに。入ってないぞ。これ、なんでやろわかれへんな。プロレスリングエースのヘビー級タッグ。あ、これや、これこれ、わかった。すいません。僕が見逃してただけですね。で、これを、今うちのタッグ。 ね、これすみませんねちょっとめんどくさいことあっ空になってんのかじゃあ普通じゃないタッグどっかにあったやだろうこれヒロさんヒロさんとサムライなるほどうんーじゃあヒロサムライに違う挑戦させるということでいいですよね統一と ちょっとでも、なんていうんですか、僕が管理しやすいように今努力をしております。ヒローロサムライですね。で、この人たちはハードコアのはず。ストロングハードコア。ハードコアにしておきましょう。で、試合スタイルをハードコアと。 一苦労やな、ここまで。で、次は、空位になってる、これですね。これをかけて、誰にしようかな。ペルトを持ってない人に、うん、佐藤浩平、どうですか佐藤浩平とうん。 ビッグバン・ベイダー後でタイトルに挑戦させてみましょうか飯塚さんマンモス・佐々木この辺でどうですか人気が落ちることはないでしょうでこれに、えー、と入団したばかりのビッグバン・ベイダーとえー、デストロイヤーねこれで ちゃんと組めてますね。で、ソロス、あ、タイトルマッチいや、いや、タイトルマッチなしにしよう。今回は。これだけのタイトルで、あとはもう、あ、間違った間違った。自分で操作する気はございません。マウスになるとまたこれはこれやな。こっからは、コントロールでしよう、やっぱりこっちの方が楽なんですよ。えっ、ー、と、人気のあるビッグショー。 ノンタイトルでビッグショーを出しておきましょう。で、SSS、鈴木みのる、いいですね。あとは、淡々と、タイガーマスクのそろそろベルト、あ、これやっといた方がいいな。もうジュニアのベルトって全部巻いたっけな。タイガーマスク、タイガーマスク、 タイガーマスクタイガーマスクタイガーマスクお剣道家臣あったこれにタイガーがこういうことですねタイガーはこれで何本目のベルトになるんやよはいこれであとは普通の マイク・ベイリー、大谷慎二しろ。人気が、秋山さん出てないような気がする。相変わらず人気はありますね。秋山さん。S。三あでも3番あそこ、人気が C に上ってますよ。上がってますよ。なるほど。金本うし高いわ。この辺はなんか、相変わらず、 中堅どころあとは飯塚さんがねずっと C なんですよねあんまり人気が上がらなくなってきましたねあと人気高い人まだいるでしょうあもういないあおっ鳥さんこれどうですかであと3試合3試合3試合今回はもう日本でやりますからね アメリカはちょっとアメリカと日本と交互にやろうかなと思ってるんですよそれがいい作戦なのかどうかは全くわからないんですけど日本で試合やらないとやっぱり人気落ちていくんじゃないかなと思うんですよねそれは叶わない困るのであちょっと待ってくださいね今あそこがショーマンになってましたね なんでやろなんかおかしい気がする。で、これの、えっ、ー、と、試合スタイルを今ね、あれこれが、違う違う、これがショーマンになってないといけないんじゃないですかちょっと見ていいですかこの人たちは、 ショーマンですもんねだから、これの、あ、これ、治ってる。これが、ショーマンです。で、これが、ストロングにしとかないといけないはず。さあ、これでなんぼ入る全部ちゃんといけたはず。えー、都市、都市工場、都市工場の会場で3万人は生まれ、どうもどう 4万ちょっと足らんか雑誌広告テレビテレビでうんそこまでやるあれじゃないなでもこれをやっぱやっとけへんかったら人気が上がれへん気がするんですよねチケット代を上げるのはななんかな心苦しいんですよねだから ポスターなしでもでもポスターはなんかやっときましょうか、ね、意味ないかなちょっと待ってアメリカで一回アメリカだけ試させてくださいねうわーやっぱこれでもアメリカでテレビ、うんああ満杯ならないんですね体育館がアメリカやからまたこうやってゴダゴダやって遅くなってすいませんねあメキシコは人気あるんですね意外とヨーロッパお ヨーロッパ超満員ちょっと待って。なんでそんなヨーロッパでうち人気があそういえばなんか言ってたな。ヨーロッパは、もう、うまいこと言ってる的ななんか、ヨーロッパで、おさすがに1万人は埋まらないけど、 ほう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 、3000人ぐらいやったら入れれる。ああ、でもそんなもんなんすね。いやあ、そしたら、今後もしやるなら、ヨーロッパというふうにした方がいいということだけ、えー、理解しておいて、よし、じゃあこうなったら、今回は、ドームで一発。よし、4000人で、えー、6万人、4000人じゃない、4000円で。 6万人埋めるとということですねそしてそうなるとえー、弁当チャレンジですねあちょうどわこの辺ちゃんと売れてますね6万人でしょうっていうことは2万個ぐらい作ってもいけんじゃないですか今回大勝負に出るということで作れるものは2万個いっとくと ここれもいっとこう2万個2万個で弁当も2万個これでどうですかあこの辺全然あでも売れてるな経過付き10ヶ月経ってるけどまだ売れてるとマスクがあんまり人気がないんですよねこれもねなんかこうもうちょっとランダムでこう作れるとかっていうのがあっても面白いかもしれないですけどね この辺はまめにやっておいてもうお金の感覚は申し訳ないですけど全くないですよどうなってるかがよくわからないでえーとここで忘れたらいけないのが多団体参戦ですね前回掘り込みまくったグレネードでしたっけ まだ友好的にならないですね SWA もまだまだかメキシコメキシコねレスラー結構いるんですよねこの辺にうんやっぱここですねここに飯塚さんとかをよしよしよしこの辺 あら,ああらもういっかじゃあこれでいきましょうえー、では6年目の6月興行開催さあドームドーム大会あら あらん。誰あらんて。またベル、もう、やりやがったな。個人的な事情ってなんやねん、おい。個人的。まあねえ、多分アあらん、あらんて誰やったっけな。まあいっか。親族、おばあちゃんが亡くなったとか、そんなんですかね。そらしょうがない。ね。 事情があるんでしょうおお100%ドームで100%ならこれはきっと団体人気もうなぎぼりあれ人気も A 以上があるんですかね A が一番上なんかな S までありそうな気もするしうーんでも他団体に他団体じゃない海外にやっぱりな乗り込んでいかないと海外に行かないと 団体の人気がやっぱり万弱にならならいのかなそれかイベントを待つのもいいかもしれませんよねとりあえず日本でどんどん試合をやっていやーそういうわけにいかんないくつかある方向性を一緒にしようとしてるからあかんのかな今はもうベルトをホルダーになる方がいいのかなでベルトを必死で守るというおタイガーのスクがこれでまた一つベルトを増やしていく ということですねちょっと試合評価低いですけど剣道かしもかわいそうな気がしてきましたけどねそうなるとさあこれでビッグショーがああこれノーマルやったっけそうかベルトかけてなかったんですねややこしくなるからさあこれで他団体のベルトをあこれはあ内うちうちかあなるほどあそうか空位になってたあれですねおお ビッグワンベイ,ヤーベイダーとデストロイヤーマスクマン同士のね一応タッグということで新旧マスクマンよしこれで、えー、プロレスリングエースヘビー級タッグを奪うことができました試合効果も100%ですねまあ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 そういえばちょっと今思い出したことがあったんでこれは大丈夫ですね大丈夫じゃないなでこれで 新たにベルトが一つ増えたと試合評価高かったんで大成功ですねまあドーム大会いや満パンにしたかったなアランやアランアランって誰やアランアランアランをちょっとつけ狙おうアランストーカーアランアランさあもう1か月ぐらいなんとか行きたいですねアランいや今はとにかくアランなんです 大谷、大谷、家臣、アラン。大谷、家臣、アラン。大谷、大谷、家臣、アラン。家臣も怒ってるな、ベルト、いいように疲れたみたいな感じで。で、アラン。アランの前に、入団交渉。 あらんあ。あ、こいつかまたこの野郎なるほどな。レッドオーシャンプロで。やっぱ6面のベルトをへっぺがすのは難しいな。ゲレーロも今はもうベルトがないはず。で、クレイジーがちょっと仲良く。いや、グレネードか。グレネードが仲良くなってるはずなので、この辺を、えー、やるということを覚えておいて。えー、っと。 誰かが来たっつってましたね、なんか。忘れてました。ヨーロッパか、そうか。じゃあ、ヨーロッパに人気のあるレスラーを、お <laughs> すげえな、ヨーロッパで全然人気ないじゃないですか、マミーね、あの、かつて、長州力を激怒させたという。うわあこれは、ヨーロッパは、わあグレートゼブラ、これね、多分めちゃめちゃ強いはずなんですよ。 ゼブラちょっと行ってみようかなあザック・セイバージュニアも多分これご覧になってる方はあのー、人気あるやんって言ってなるでしょうね,、あのー、ね分かりますよ僕も別に嫌いじゃないんですよでもグレートゼブラ、えー、グレートゼブラは、えー、タイガーマスクというあの漫画アニメに出てきたジャイアントババの仮の姿というやつですねどうでしょう悪い印象は持っていない日本でも人気は よし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 ねえー、でこれでも対抗戦は仕掛けれるはずですよねいやー人気のないところはやっぱダメかなトラディショナルは対抗戦をもうしましたね対抗戦にん関係が普通だったらダメかな 8人いるから一回ちょっとどうですかああ余裕がない工業うんやっぱり団体の人数なんですかね、うん、まあまあその辺はおいおいアランお前ちょっと来いよよしでアランだけ来てもらっても困るんですよねえー、もうまっ の野郎うーん、何もう、さあ、ちょっと、ちょっとな、まあいいか、ね。で、エースは何もない。ここも、ベルトは何もない。クレイジーが、あ怪我してるから、できないってなったら、グレネードですね。ここはいろいろ粉かけてたんで、 いろんな人を誘ってみましょうこれとこれがこの人空飛ぶ超能力者ってすげえニックネームっすねルチャあ,あルチャなんやなとりあえず適当にかけれるだけかけてみましょうでこうなるといっぱい参戦してくれたら疑似対抗戦みたいに。 ありますよねありゃーこの人だけが来んかったか。ってことは何かベルトがあるでしょう。ね。ということでタイトルマッチをえー、っと他の人が持ってるグレネードのヘビ。 ジュニアヘビーがいけますね。これだけかな、多分。あとは、もう関係ないから、グレネードのジュニアヘビー級だけ絡ませてもらうと。もちろん、タイガーマスクと、あ、ジュニアヘビー級だけか。まあ、いっか。ほんなら、えーと、この人の、 空飛ぶ超能力者ですよねルチ,ャル,チャタイル,ルチャスタイルルチャスタイルであい生きるようになってるルチャスタイルでも十分タイガーなら対応してくれるでしょうであとはもう,もう何もなかったっけそうかもったいない気もするな他のベルトはもううちは 何もできないからサンボあのタイトルマッチとかやりましょうかねこれで人気が出るかもしれないからサンボあが巻いてるヘビー級タッグよしどうですかこれああゲンタロウとなるほどもう一人うちじゃないわ誰に誰にタッグのベルトを持たせてるかがよくわからないからこれビッグ番組 ああ、なるほど。よし、決めた。じゃあ、えー、っと、うちのタックタックのベルトは、この人たちが狙っていくという設定に、ベイダーとデストロイヤーが、えー、タッグ屋さんになっていくと。いや、でもそうなったあれか、タッグ専門チームっていうのをまた誰か入団させて、っていう風なストーリーの方がいいですかね。まあ、いっか。これはこれでやっときましょう。とりあえずはね。 で、えー、っと、ビッグショーのシングルは、もう、鈴木み、おお。そしたらこれや。これを逆にしなあかんねんな。こういうことですよ。で、ビッグショーが、それに、ベルトをかけていくと。鈴木みのるが守れるかどうかですね。で、これはさすがに、えー、こう。 ということですよ、ね、あそこねっ OKOK であとはジュニアヘビーはもうタイガーが出てるから下手に動かさない方がいいとしてタイトルマッチビッグショーも出てるからあとはもう全部普通の試合にしましょうねえっ、ー、と人気のある人 クレイジー SKB が意外と B まで上がってきましたね。マイク・ベイリー、大谷、ブッチャー。ブッチャーの人気が低いのはちょっと下船ジョニー・エース、ゼブラ、ゼブラね。あ、秋山さんちょっと調子悪い。お休みさせておきましょうね。あ、ヒロ斎藤が A まで来てる。ベルト取ったからかな。 飯塚さんがあかんなマンモスああエル侍金本浩二が上がってきましたね高いわ家臣んあそうかクレイジー SKB もジュニアなんですねジュニア先生がなんかこうちょっとしっかりしてきたみたいな 大谷さん、秋と。人気が A のレスラー。郷隆馬が B。L 侍。ああ、でもこの辺は。金本浩二はヘビー級なんですよね。首なあかんからやめとき。あんたちょっとお休み。で、金本さん、あのツイッターで、なんか、 え喋、ー、れるようになったみたいっていうのが、ちょっと前の情報でありましたね。なんか YouTube の方で、また何か配信する的なことを、その時つぶやいておられました。またでもその YouTube の動画は、僕は見てない。上がってないんかな。どういう内容になるかね。グレート、ああそっか。グレートゼブラここで。 成り物入りとしてねジョニーエースがお相手捕まるつるとそれでも第二試合ですからかなり前の方ですよね飯塚さんの人気が上がれへんなよしでこれでテレビ CM なかったらさすがに6万人は埋まらないから あーでもなー雑誌4万5千かテレビシーンはそんなポンポンするもんではないか SNS にしてちょっと待てよヨーロッパどうなんのここでいつも最近引っかかってすいませんね体育館はさすがにないさあ3000人入らんぐらいか 1>, 1万人テレビし雑誌やってもわあこれはきついなにゃあ厳しいなヨーロッパ人気ある言うてもダメですね超満員にしてもなヨーロッパなアメリカやったら同じか地方会場のショーホールが埋まらない アメリカ人気ないなヨーロッパですよねそうなるとねいやーでも日本でドーム大会ほぼ満杯にできるのにアメリカ行ったらショーホールひどいないやどうしようかなこれ悩むんですよね それは 4, 円でこればっかりやってると人気がね下がっていきそうな気がするんですよ団体人気が要は大きい会場でやらないとそれ以上の人気が上がらないような気がするのはしますまあだからどうだって言われてもね困るんですけどグレネードおグレネード有効的になりましたねってことはメキシコに メキシコ人気はないっすかよしよしよし。メキシコ、メキシコ。あとは、あノートン忘れてたな。すいません。メキシコにノートンが行くっていうのもね、ちょっと、考えにくい。行ったことあるんですかねよし、これで、えー、っと、これだけ。 やっぱ最近このねすぐこう普通になるんですよねまあしょうがないんかなえー、っとあとこれですね弁当前回あー弁当前回あきっちり売れたいやっぱりドーム大会はすごいな今回3万人のはずなので、えー、あんまり欲張らずに1万個 グッズは一番こういっとこかねもうなんか訳がわからなくなってきてますが毎回ドームを打つっていう目標を持ってみてもいいかもしれませんね毎回でもそんな団体どこにもないですよね当たり前ですけど毎回毎月ドームをやるってすごいなそれも面白いなそういう日本でそれを突き詰めてみるか これでどうなるものかよくわからん。あ !1 時間過ぎてるしまった早く終わろう。いやダメだ !1 時間だというわけで、すいません。時計ノーチェックで突き進んだら中途半端なところになりますが、えーと、何月か忘れましたが、えー、次回はこの続きからということで、今回はこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございます。では、また E aí